大島駅は東京都江東区大島5丁目にある東京都交通局新宿線の駅である。駅番号は S15。島式ホーム2面3線の地下駅。曝露駅、勤務管区曝露駅、勤務区管理。かつては曝露駅、勤務管理所大島駅、勤務区であったが、曝露駅、勤務区に統合されている。定期券発売所設置。当駅は、 都営新宿線の点検、整備を行っている大島車両研修場への入り、出庫線がある。そのため、当駅始発、終着の列車がある。以前は急行の乗務員交代を当駅で行っていたが、現在は原則として、当駅での交代を行わず、都営新宿線内通し、乗務となっている。当駅は、駅の構造が、 同線の岩本町駅と同じだが、抽選が使われる頻度は岩本町の方が高い。当駅の抽選の使い道は、主に、当駅始発、終着、当駅止まり、列車の乗り換え、折り返し運転、休行の待ち合わせ、回送列車の停車などである。2020年度の1日平均乗降人員は26,093人である。都営新宿線の休行停車駅では、 最も少ない。各年度の1日平均条項、乗車人員の推移は、下表の通り。最寄り停留所は、丸八通り、新大橋通り上にある、大島駅前となる。以下の路線が乗り入れ、都営バスにより運行されている。ありがとうございます。